ちは、足利大学附属高等学校、そして、中に、足利短期大学附属高等学校の生徒も入っておりますが、吹奏楽部です。今日雨が降りそうで降らなかったという素晴らしい良かったですね。皆さん、健康に十分注意して、午後のひととき音楽楽しんでいただければと思います。今日はいっぱい曲持ってきましたので、どんどん行っちゃいたいと思います。まず最初に、3年生の、上竹がソロを弾きます。君の瞳に恋してる夏にふさわしい曲かなと思います。聴いてください。
ありがとうございました。続いての曲も今度は、私と同じ世代の方々はすごく懐かしい曲じゃないかと思います。青春の輝きを、同じく3年の筒井が演奏いたします。はい、ありがとうございました。それでは、次は GO という曲です。聴いてください。
はい、ありがとうございました。今日はですね、ちょっと素敵なプレゼントを持ってきたんですが、健康増進のお祭りなので、このテントの中にいらっしゃる方で最高のお年を召されている方っておいくつなんでしょうか。まあ60歳ぐらいいっぱいいますよね。私もそうですね。70歳代の方、手挙げてください。以上です。じゃあ75以上、あ、いっぱいいましたね。80歳以上、あ、できましたね。80歳以上いらっしゃいますか。80歳、あ、お一人ですかね。あ、いらっしゃいませ。あ、お二人いらっしゃいませ。じゃあ、いいですか。はい、どうぞ。失礼ですけど、いくつですか。83歳だそうです。拍手。はい、どっちですか。83。高級店ですね。いや、ちょっとよろしいですか。はい、じゃあ、はい、ですね、本校の定期演奏会の時の過去の演奏の DVD です。はい、差し上げます。同時に書いて、電子で見てください。はい、いつまでも長生きをしていただいて、はい、はい、どうもありがとうございます。どうも、素晴らしいです。83歳、はい、吹奏楽は、見ての通り、木管セクションとか金管セクション、そして打楽セクションという3つあります。ダブルベース、ベースギターも入れてありますけれども、大体年間30数回いろんなところで大演奏を受けてきています。実は今日も朝10時からですね、別のところで演奏してきました。で、今日ダブルヘッダーでこちらにお邪魔した次第です。頑張ってもっともっとやりたいなというふうに思いますが、次の曲はですね、カッポレねぶたというねぶた祭りの曲を持ってきました。打楽器が活躍する曲ですので、ぜひぜひ聴いてください。ラッセラー、ラッセラー、ラッセラッセラッセラッていう元気のいい掛け声をかけていきます。それでは、いきます。
がとうございました。はい、ありがとうございました。それでは先ほどあの最高齢の方は83歳ということだったので、もしかして生まれた私のお子さんをお連れの方いらっしゃいます。子供さん1歳未満の方っていらっしゃいます。1歳未満いらっしゃいません。います1歳未満。ここにいらっしゃいました。何ヶ月？9ヶ月。あ、うちにもいらっしゃる。何人いらっしゃいますかね。はい。1歳未満。はい。3人かな。3人。あらあら。はい。何ヶ月ですか。8ヶ月。はい。9ヶ月。そして。10ヶ月。はい。4人。おーい。いくつある？4つある？あ、じゃあ、はい。じゃあ、9ヶ月と8ヶ月と、ね。10ヶ月。はい。元気に。はい。元気に育ってください。大きく、はい、こちらこちら。はい。はい、大きくなってね。はい、大きくなったらぜひぜひ足利大学高校に入学して、吹奏楽をやってください。はい、元気に育ってください。はい、ありがとうございました。それではですね、続いては高校生の、活気あふれるパフォーマンスを見ていただければと思います。3曲続けてメドレーでいきたいと思います。それではどうぞ。We'll be right back.
はい、ありがとうございました。皆さん暑い中大丈夫ですか？大丈夫ですか？もっと演奏してよろしいですか？ありがとうございます。それでは次は2曲目でいきたいと思います。2曲目はちょっと今話題になっているこういう動きがあります。よろしかったらぜひぜひ一緒にやってみたらいかがでしょうか。それでは2曲続けてどうぞ。せっかくですからもっと汗流しませんか皆さん。はい、スタンダー立ってください、立ってください。もう一度行きましょう。行こう。
はい、ありがとうございました。時間が45分までということだったんですが、実はあと3曲残ってるんですけど、どうしましょうか。はい、じゃあやらせていただきます。2曲続けて、やります。明日も、そしていっぱい若い方いっぱいいらっしゃるので、ヤングマン、2曲続けていきたいと思います。
どうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。そう思って先ほど3曲出てきちゃいました。はい、あと1曲あります。それでは最後に、ジョイフルという曲を演奏します。ほとんどの生徒が出てきますので、もしよろしかったら一緒に盛り上がってください、ね。はい、それでは、ちゃんと水分を浴びよう。お、水分だよ。大丈夫です。こっちです。それでは本日最後の演奏です。ジョイフル聴いてください。また来年お会いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。足利大学の高等学校、水道学部。